から SP500 の年初来のこの半年間のパフォーマンスとしては今過去最大ぐらい上がってます。パカラッパカラ、皆さんこんにちは。まちゃんこと経済アナリスト馬渕麻里子です。このチャンネルでは金融に関わる情報や株式投資のトレンドを皆様からのご質問にお答えします。はい、馬渕さん、はい、ニュースで、うん、リーマン以来の倒産数、うん、っていうことで、アメリカの企業が倒産する数もものすごい増えてきたっていう話のニュースを見たんですけど、はいはい、今5月のアメリカの企業倒産が前年同月比 30% の増で2324件と、はい、倒産しているんですよね。で、まあ、これを受けて結構いろんなアメリカのそのニュースサイトとか見ると、まあ SP500 やばいんじゃないかとかさ、いろんな記事出てます。うん、なんか不穏な感じ、うん、受けますよね。はい、でもさ、今結構好調なんですよ、 SP っていうかアメリカ株も。あ、そうなんですか。うん、結構上がってます。で、まあ、このあたりのこのお話ちょっとしていきたいと思います。つまり倒産増えてる、大丈夫アメリカ経済っていうところなんですが、はい、確かに増えてますと。でもいろいろアメリカの、指標ありますよね。雇用の数字、はい、雇用統計直近出たんですけど結構いい数字が出ました。うん、市場が19万予想だったものが33万人っていう結構上振れた数字が出てきたから雇用は強い。だけどちょっと失業率は増えてたりとかするんで、こんな感じだったんですよ。うん、で、まあまあ、なんとも言えない感じじゃない、倒産件数も増えて、失業率がちょっと増えていると。こうした時に、じゃあアメリカの金融政策どうしようかなっていう時に、まあちょっと、これ以上倒産件数増やしたりとかしづらいから、一旦6月にまた FOMC もうすぐあるんですけど、アメリカの金利をどうしていくかっていう会議。一旦6月は利上げやめようって話になってます。あ、そうなんですか。うん、ここまでずっと金利上げてきたじゃないですか。6月はもう一旦やめると、うん、金利を引き上げないっていう見通しが今の段階では出てるので、これは足元で企業が倒産してようがなんだろうが株はやっぱ崩壊します。金利が止まるから。へー、なんで株好調です。なるほど。うん、あ、じゃあ足元のこの倒産数はすごい増えてるけど、うん、株価的には好調です。うん、そうですね、好調なので、まあ一旦こう利上げが停止すると金利も下がるし、まあまあ底打ちするんじゃないかとかさ、アメリカ経済これぐらいで一旦底打ちするんじゃないのかなって見てる向きがあるので、結構パフォーマンスがいいから、 SP500 なんかは3800ポイントから4300ポイントまで、この年初から 13% ぐらい上がってるんで、結構上がってますよ。だから SP500 の年初来のこの半年間のパフォーマンスとしては今過去最大ぐらい上がってます。なんか歪みのように感じるんですよ、うん、歪みみたいな。ああ、これは大丈夫なんですか。でもこういうもんだよね。だって実は日本も倒産件数が上がってきてるんですよ。あ、そうなんですか。うん、その日本に関してはコロナ禍めちゃめちゃ倒産件数を抑えられてて、コロナの2019年の時よりも、はい、むしろコロナになってからの方が倒産件数低いから、ね、それはあれですか、補助とかめちゃめちゃ出しまくって、出しまくってむしろここに歪みが起きてて、あ、低く抑えすぎて、で今それ外したから戻ってきてるのよ。だからあとまあ2000件ぐらい、こうコロナぐらいの水準まで戻ってくるって見てるから、日本も倒産件数増えるって言われてるのよ。へー、っていう感じなんで、まあまあ、増えようが今ね、誰もそれ言わないじゃん。私、ちょっと職業的にその倒産件数見ないといけないから見てますけど、日経平均バンバン上がってる中で、今の倒産件数じわりじわり増加してますよ。っていう感じ。へー。これは実体経済は反映されてるんですよ、その株価に。全体を見ればいいけど、なんか倒産数として出ちゃってる。うん、いいだけなんです。まあ倒産してるけどいいところはいいから、じゃあ SP500 めっちゃパフォーマンス今いいけど、はい、何がいいのか中身を見る必要性がありますよね。そうですよね。うん、それ見ましょうかと。はい、でそこがちょっと今論点で、じゃあ SP500 いっぱい企業ありますと、はい、この中のうち今約 30% 3割時価総額占めているのが、まあアルファベット、アマゾン、アップル、メタ、マイクロソフト、ネットフリックス、テスラ、エヌビディア、はい、これ、うん、これらがもう3割占めてて、うん、この方々の株価今めっちゃいいじゃないですか。
なんで、まあ、テック企業っていうかね、そのあたりがすごく牽引しているから SP500 全体を引き上げていっていて、それ以外の企業は実はあんまり上がってなかったりします。なんでこのまあ8社ぐらいでほぼほぼの SP500 を上げているっていうデータが出てきているので、それに関して、まあ、注意喚起のレポート結構アメリカはありますよね。つまりこの方々がまたダメになったら SP500 下がるんじゃないかとか、やっぱり、本当に SP500 がこう強くなるためには他の企業たちも企業群たちも含めて上がらないと危険じゃないみたいな分析は結構出てますね。っていう感じ。だからその上場以外の企業含めて倒産件数が増えてきている。だけど関係なく株価は堅調。でもじゃあその株価が本物かどうかを見極めるときに中身を見ましょう。じゃあ中見たらテック企業が全面高だったと。じゃあ本当にこれ続くのかどうかしっかり見ましょうねと。その時にアメリカが利上げを一旦今月に関して停止するっていうのはやっぱり他の企業にとってもプラスだよねっていうロジックで今動いてるって感じかな。テック企業が好調なのは、うん、まあまあいいんですけど、うん、その影の裏でなんか、まあ、ちっちゃい企業なのか分からないですけど、倒産してたりとか、うん、銀行も破綻しましたしね、いくつか。あ、そうね。まあでもアメリカはさ、新陳代謝が激しい国だから。ああ、なるほど。日本よりも、まあ、潰れては生まれ、潰れては生まれ、人も辞めては次に就職しっていう、まあ、流動性っていうかな、新陳代謝が激しい国なんで、だから倒産したからって全員さ、職を失ってるわけじゃ当然ないし。確かに。日本の場合ちょっと話が違うかもしれないけど、まあそういう感じですね。だからまあ注意してみないといけないし、うん、一般的な銀行以外の他の企業が倒産していることはあんまり経済に影響ないけど、銀行は危ないねっていうので結構対策今取ってるじゃないですか。だから懸念すべきは銀行、不動産、それから保険とかいうノンバンク系、はい、やっぱ金融扱ってるところが潰れるのが一番怖いから、見るべきはそっちの数字なのかもしれないね。でもあるめっちゃ有名なファンドのトップの方に、新陳代謝っていう言葉は日本では使いづらいっておっしゃってね。刺激が強いっていうかさ、わかる？ああ、なんかわかる。うん。まあまあ、新陳代謝進めましょうと、それは使いづらいなっておっしゃってて、まあ私とかが言うのは全然いいんでしょうけど、本当にお金ね、投じてやっていく方々が新陳代謝って言ったら、やばいな、みたいな。でまあ、そういう話があったりとかしてるので、まあ、SP500 は多分そう、今その株価が堅調な理由、戻してる、まあ、アメリカ株全体戻してる理由は、確かにいろいろ探せば悪材料いっぱいある。だけどそれをなお飲み込んでしまってもなお、まあ、一旦こう上昇の方向に向かってるっていう感じかな。ちなみにそういえば、ガーファンっていうと、アップルが新しい、これね、コンクリ出したじゃないですか、うん、あんまり見てない、ごめん50万円くらいするらしい。30万じゃないか、50万、あ、多分いいやつなのか、分かんないですけど、うん、もうそう、変われるんですか。変わらないです。興味ない。興味ないんですか。そうかな。確かにマブシさんって別にアップル製品固めてるとかそういう感じじゃないですよね。うん、マイクロソフトだもんね、これもね。はい。私、違う、アップル的な。アップル風な。アップル風でしょ。マブシさんアップルだね。あ、そうですね。マブシさんはこだわりとかない。全くない。あ、そうですか。っていうか、なんか株の、今は違うんですけど、株のチャート見るときに、はい、当時、アップルはあんま互換性がないから、良くないよっていうので、結構、金融関係の方はアップルじゃない人も多かったんです、昔。へぇー。なんか、システムダウンロードしたりとか、うん、結構分析ツールをダウンロードしたときに、なんか互換性がなくて見れないみたいなことが昔あったんですよ。うん、それを未だに信じてるというか、そう思ってるからみんな。なんで、私はそれの古い世代だから、2013年ぐらいから、だと、あんま良くなかったんですよ。証券会社との相性が。はい、はい。で、ずっと、もうそう、マイクロソフト使ってる。でもちょっとわかるわ。わかる？はい。何？なんかその、Windows のなんかツールのなんか使い方とかソフトの感じとかって、うん、なんかそういうイメージが一応あって。僕もなんか、こっちの結局 IT の方に来たから、うん、Mac とか。あ、そうか、もともとだって金融バリバリじゃん。はい。だから、なかったんじゃない？アップ。いや、だから見たことはなかったです。そうね。使ってる感じ。みんな持ってないはずだよね。だから、すごい僕、これに切り替えたとき抵抗は半端じゃなかった。使い方ちょっと違うからね。でも逆にこっちの IT の世界は、もう、
Mac じゃないとええみたいな。そうね。わかるわかる。だからツールとかも使いにくいし、っていうのがあって。わかるわかる。そうね、私もスタートアップに行くから、スタートアップの人たちみんな Mac 好きよね。お互い狭間にいますね。そうね。まあ私はこのままで行くよ。あ、Apple いいなと思ったけど、まああんまりね、気にしてないの何も。仕事ができたらいいぞ、できるよ。って感じ。無駄性使うよって感じだね。すごいらしいですから、ゴーグル。ちょっと見てみれば。マブさん使ってるらしいですね。そうね。まあまあ、そうやってね、頑張ってるって感じ、皆さんね。なんで、アメリカのテック企業を今、牽引してるっていう話です。まあちょっと、まあ、ご参考までにですけど、はい、欧州も結構、あの、株式市場あるんですけど、そこも二分してて、今、アメリカテック企業って言ってないですか、はい、欧州は、ハイブランド、高級品の LVMH って言われている、あのあたりを扱ってる企業が絶好調で、そこのトップが2023年版の世界長者番付の1位になりました。へぇー。イーロンマスク抜いて。フランス人で初めてなんだって。これもだからすごいことだよねっていうので、結構経営者の中の会話で、そういうのなんか出てきて、すごいねみたいな。マブさん以前はね、ブランドっていうなんか付加価値の付け方で、日本企業もなんか売ってった方がいいんじゃないかみたいな話あったよね。でも、Mac も、いや、Apple もなんかブランドじゃないですか。おっしゃる通り、そうね。FMH なんかまさにそうだからね。これで1位取っちゃうから、ね、そういう付加価値の付け方。まあ、歴史もあるけどね、ここは、ヴィトンとか、エルメスなんかはすごい歴史がある商品ですけど、それをまあ、いかにこう、立ち付けて売っていくのかっていう、まあ、見習えるかもね、日本ここは。ビトンの文様、うん、あれ日本の。あ、そうなの、あの、家紋。そうなんだ。全然私ビトン持ってないから分かんない。ほんと一個持ってない。そうだ。ほんとほんと。一個持ってないの。なんか確かに家紋っぽいよね。そうなんですよ。家紋インスピレーション受けたらしくて、なんか価値がついたみたいな。日本もなんかそういうのは絶対できるはずなんですよ、ね。そう、おっしゃると確かにね。なんで、まあ、テックに習うっていうのもいいんだけど、前から言ってる通りさ、日本どっちかっていうとヨーロッパに近いからさ、文化が、はい、こういうさ、歴史があって、LVMH みたいなブランド展開できたら、いいんじゃないのかなって思ったりしてますけどね。ちょっとこのニュースに関しては、あれですね、日本企業見ながらのところとかあるかもしれない。うん、はい、今日もすごいいろいろ勉強です。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ここまでご覧いただきました皆様ありがとうございます。今回の動画がいいなと思っていただけた方は、ぜひいいねボタンと通知ボタンとチャンネル登録までどうぞよろしくお願いいたします。それでは次回の動画でお会いいたしましょう。さよなら。